皆さんこんにちは、タイリンガールの千秋です。今日はですね、タイ語の未来形の表現についてシェアをしたいと思います。未来形はタイ語ではじゃというですね、言葉をつけて表現します。英語で言うところで will っていうふうに will をつけると未来形の助動詞だと思うんですけども、それにあたるのがじゃになります。なので動詞の前にじゃをつけて、使います。例えば来るっていう動詞はまあですよね。それにじゃをつけてじゃまあっていうと来るだろうっていうふうになりますし、銀食べるっていう言葉ですね、この食べるっていう動詞の前にじゃをつけてじゃ銀っていうと食べるだろうとなります。はい。そして行くはタイ語ではバイなので、バイの前にじゃをつけてじゃバイっていうと行くだろうというふうになります。本当に日常的によく使いますので覚えておくと、役に立つんじゃないかなと思います。はい。もし何か、リクエストなどありましたら、ぜひですねお気軽に送ってください。私の、LINE アットもやっております。こちらの LINE アットでは旅に役立つ情報などですね、定期的に配信してます。そして、お友達登録していただくと、限定動画を3つプレゼントしておりますので、よかったらぜひ LINE の方も、説明欄に、載せておりますので、ぜひぜひお友達追加して、ください。はい、ありがとうございます。コップンカー。